ヤナチャンネルご視聴ありがとうございます。本日ご紹介しますのは仮面ライダーオーツコンボチェンジは2ということで、こちらのシャウタですね、こちら2の騒動でシャウタ今日は見ていただきます。ではですね、もういきなり回転台座に乗せた形で見ていただきます。まあ顔の部分はもうそのままですけど、この顔の周りのシール、白い部分のシールがね結構難しかったです。で結構もう回転早く回ってますけど、この後ろのね電気うなぎと呼ばれてる武器の小ね食点ですかね、この武器の部分が、結構つけ見てほしかったので今くるくる回っております。それであとこのね白い部分がちょっとシールを貼るのが場所分からなくて大変でした。あと後ろのももですね、位置さえ分かればちゃんと貼ることができたので、このね位置を、確認するのが大変だったぐらいですね。下ふくらはぎの方はそのまま、シールじゃなくてそのままのパーツになっております。こちら見ていくとこのような感じになりますが、皆さんはどうでしたか。私はまあまあまあでしたね、簡単でもない難しくもない感じでシール貼りを、終わらすことができました。こちらのシャウタの裏の部分ですね、このような感じで、同じようにやってみました。後ろの背景が白いんでね、ちょっと箱をバックにしていかないと分かりにくいと思ったのでこういう形をとってます。なかなかねこの武器の使い方もいろいろあると思いますが、ポーズの通りやってるとこんな感じになりますね。なかなかポーズはいろんな感じで、その人のセンスによってはいいかっこいいポーズも取れそうです。こちらのポーズはちょっと足の方で向きが大変なので、スタンドなしではちょっと難しいですから、似たようなポーズでこのような感じでやってみました。ですね、なかなかグリップの方が、押し込めば入りますけど、そうでないとちょっとバランスが悪いと思います。なかなかね、掴んでいくとこんな感じになりますけど、皆さんどんな感じでやっていきますでしょうか。今回はシャウタをご紹介しました。ご視聴ありがとうございます。もしよければチャンネル登録、コメント、評価の方よろしくお願いいたします。